3枚の折り紙を使って折ります。まずは頭の部分から折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを縦にして、 さらに半分に折ります。開いて、今ついた折り筋に下を合わせて折ります。これを横にして、三角に半分に折ります。 開いて、左の角を上に向けて、両側の紙を開いて閉じ直すと、このように三角が立つので、この三角の中を広げて、正方形に潰します。この正方形の袋を上にめくりながら、折りずるを折るときのように、ひし形に折っていきます。 これを裏返して四角に半分に折ります。これを縦にしてさらに半分に折ります。開いて右の角を中心に向けて折ります。 この部分とこの部分を合わせて、このように折り筋をつけます。開いて、裏返して、反対側も同じように折ります。この部分とこの部分を合わせて、折り筋をつけます。 これを開いて、この上から、この部分を開いて、このように正方形に折り替えます。このひし形の部分を上にめくりながら、内側の折り筋に合わせて、こちら側もひし形に折ります。裏返して、 反対側も同じようにひし形に折ります。これの裏返して、この部分の先を下に閉じて、 小ひな七たの先を上に折ってこの部分を下から斜めに両側とも折りますこれを裏返してこの部分の紙を上に閉じます この状態で顔を描いていきます真ん中の筋に軽く線を引いてそこを基準にしてその両側に線を引きますその線をまたぐようにして 楕円形の目を描きます。小さく黒目も描いて、濃い紫色のマーカーで内側を塗ります。まぶたの部分を残して、中を塗りつぶします。 水色で黒目を塗って、白目の部分は黒で塗ります。これを、この真ん中の筋で半分に閉じます。この状態でこの部分を、 このように斜めにめくります。裏返して反対側も同じ位置で折ります。そして頭の部分を広げて根元から軽く曲げて頭に角度をつけます。次に ハサミを使って、この部分を、後ろの角から、2本切り込みを入れます。反対側も後ろの角から、2本切り込みを入れます。 この切り込みの部分を根元から上に折ってこのように開きます。反対側も同じように折ります。次にこの白い部分なんですが根元からこのように中割り折りにして その先をさらに根元から中割り折りにします。そしてこの部分をこのように内側に向けて折り込みます。次にこの先端の部分を 前側に斜めに、このように折ります。折ったものをさらに上側に折り返します。この部分をさらに斜めに後ろ側に折ります。 そして紫色のマーカーで首元から後ろ側をすべて塗ります。白い部分の根元は黄色いマーカーで線を引きます。形を直しつつ残りの部分もしっかりと塗りつぶします。 これで頭の部分は完成です。次に体の部分を折っていきます。折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、 右の角を中心に向けて折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。開いて裏返して反対側も同じように折ります。この部分とこの部分を合わせて折り筋をつけます。 開いて、これを上から開いて、このように正方形に折り替えます。下の紙を上にめくりながら、内側の折り筋に合わせてひし形に折っていきます。裏返して、反対側も同じように折ります。 ここまで折ったらもう一枚の折り紙も同じようにひし形まで折っておきます。まず前足の方から折っていきます。上の先を下に閉じて、これを、この部分を、だいたい真ん中から1センチぐらい下のところで上に折り返します。 これを半分に閉じて左側の先を右に閉じたらこの線の5ミリぐらい右側でこの先の部分を下に折ります裏返してこちら側の先は左に閉じて この線から5ミリ開けた位置で先端を下側に折ります次にこの部分をこの部分に合わせて半分に折りますその先端の部分は根元から 前側に斜めに折ります。裏返して反対側も同じように折ります。この部分を前側に斜めに折ります。これを開いて、この部分の紙を内側に折ります。反対側も 同じぐらいの位置で折ります閉じ直して次にこの部分の先を斜めに小さく折りますこれを開いてこの折り筋に合わせて外割り折りにしますそして 足の先端の部分を広げて、このように潰しながら先を立てます。反対側も広げた部分を潰して立てます。この先端の部分は濃い紫で塗りつぶします。 裏側も同じように塗ります。形を直して、この部分を開かないようにホツキスで留めます。反対側もホツキスで留めます。これで前足の部分は完成です。次に後ろ足の部分を折っていきます。 上の先を下に閉じて、裏返して、今度は上の先をひし型の中心に向けて折ります。そして右側の先を根元から、このように少し上の三角より約く位置で折り返します。反対側も同じ位置で折ります。 これを裏返して、横にして、この部分の紙を、先端から内側に、このように折ります。折ったらこの部分を広げて、三角に潰します。ちょいでひっくり返して、反対側も同じように折ります。 中を広げて三角に潰します。表にして、ハサミを使って、この根元の部分の紙を、このように、切り込みを入れます。切り込みの部分で開いて、裏返して、この部分を 内側に向けて閉じます。反対側も同じように閉じます。これを真ん中で半分に閉じて、黄色いマーカーで尻尾の下側を塗ります。 薄い水色で残りの部分を塗ります。次にこの足の部分の先を下側に向けて中割り折りにします。反対側も 同じように折ります。その先端をさらに、前側に中割り折りにします。両側とも折って、これで後ろ足と尻尾の部分も完成です。すべてのパーツを組み合わせていきます。 まずは前足に後ろ足の部分を差し込むようにして当てがって位置を確認したら両面テープを前足の裏側に貼って位置を合わせて貼り付けます もう一枚の両面テープを首元に貼ってこれをこの中に差し込むようにして位置を合わせて貼り付けます。形を直して。 これで未来丼の完成です。